バーナードループは、オリオン座にある巨大な三光星雲である。この星雲は、同じオリオン座の馬頭星雲やオリオン大星雲を含む巨大なオリオン座分子雲の一部を構成している。この星雲は、オリオン大星雲付近に中心を持つ円弧状の形をしている。バーナードループのガスを電離して輝かせているのも、オリオン大星雲の若い星々だと考えられている。 地球から見ると10度以上の範囲に広がっており、オリオン座のほとんどを覆うほどの大きさである。肉眼では見ることはできないが、長時間露出の写真撮影では明るく映る。1895年に、エドワード・エマーソン・バーナードが写真から発見した。地球から約1600光年の距離にあると見積もられている。この場合、実際の成分の直径は約300光年となる。 この星雲は約200万年前にこの領域で起きた超新星爆発の残骸であると考えられているが古い超新星残骸であるためすでにシンクロトロン放射で発光するほどの高温にはなっておらず通常の非領域と同様に OB 型星からの紫外線で水素ガスが電離されて光っているこのため星雲の分類としては三光星雲に分類されることが多い 研究上で大きな固有運動を持って運動している構成を闘争星と呼ぶことがある。このような早い運動をする構成には、魚車座栄誉星鳩座ミュウ性、お羊座53番星がある。これらの星は固有運動の方向を逆に延長すると約200万年前にオリオン大星雲付近にあったことがわかっている。このことからかつてこれらの星は 多重連星系を作っていたが、約200万年前にその中の一つが超新星。爆発を起こし、その衝撃波で連星系が壊れて、残りの星がバラバラの方角に飛び出したものと考えられている。爆発時期が一致することから、バーナードループを作ったのもこの時の超新星ではないかとする説もある。ありがとうございます。